はい、こんばんは。タロット歴24年目の孟瀬姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。私の声がいつもよりも例えばちっちゃかったりとかすると、なんかね、自分でも気づいていたり気づいてなかったりするとこあるんですが、ね、大丈夫ですかっていうお気遣いのご連絡をインスタでいただいたりありがとうございます。まあ、今そうですね、動画を撮るときはあんまり咳は今出ないんですけど、夜になると、まあ、出ることが多いので、そういう時に喉を痛めてる可能性あるかなと思ったりします。まあ、今でもね、こう喉に優しい飴とかを舐めたりしながら、こう喉をいたわりながら過ごしています。ありがとうございます。ちなみにこの鈴の音は猫ではありませんまあ、なんかこうほのかに聞こえるこう音があったらいいなと思って鳴らしてますはい、今日はですね、9月の5日土曜日、日程間違ってなかったらそうですね、今日は、まあ、お相手の気持ちを、まあ、深く見ていこうと思うんですけれども、まあ、特にね、まあ、今日一日あの人は何を思ってたのっていう感じなんですけれども、まあ、不倫バージョンとか、まあ、ダブル不倫という、まあ、こうカップルの方向けに見ていこうかなと思っています。まあ、昨日もリクエストリーディングでね、ダブル不倫したんですけれども、なんかね、不倫シリーズが続くと、孟瀬姫さんって不倫専門なのとか言われたりするんですけど、まあ、私は大体何でもオールマイティーにしますよはい。で、今ね、まあ、インスタの方でもリクエストメッセージっていうのは随時受け付けておりますので、まあ、よかったらメッセージをください。ニックネームと、あとお悩みの内容開示可能な方ということで、まあ、そこからね、ちょっと、まあ、その時の、なんだろうな、こう、ああ、私これ撮りたいと思うような感じだったら、なんか、なんか即、ああ、なんか、撮らせていただいたりもするかと思います。ということで、はい、今日ね、はい、3択です。カードはね、切ったんです。すごくね、カードにボリュームがあるんですけれども、これを再度シャッフルするかどうかは、多分するかなって感じですね。はい、選んでいただきたいのは、まあ、グリーンかな、見えるかな、よいしょ、見えるかな、このね、グリーンと、これがね、1番、グリーンの方が1番、はい、そしてね、この白の方、これがね、2番、よいしょ、そしてね、これが、はい、赤の方、3番です。まあ、私の動画をいつも見ていただいている方は、例えばね、ちょっとこうきついカードが出た時とかでも、なんかね、こう分かってくれるというか、多分なんかこうね、あー、これ言わなきゃいけないんだなっていうことが、多分なんかね、分かってくれてるところもなんかすごくあるんだなと思って、ありがたく思っていますし、ね、初めて見られる方、あ、すいません、なんか今日はね、ちょっとかなりのんびりモードです。普通はもうちょっとテキパキしてるんですけどはい、なんか、まあ、よかったら、まあ、お付き合いください。カードをね、見るときはすごく真剣モードになるんですけど、今ちょっとね、なんか自分でも珍しく、なんかリラックスモードだなとか思ってました。はい、じゃあ行きたいと思います。左から1番、2番、3番です。ルノルマンカードは、お二人のこれからの流れ、過去
現在未来ということで、皆さん共通でこのカードを使っていきたいと思います。はい、じゃあ本日もさあシャキッとします。今からどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のグリーンの方、まずお二人のね、まあ、今回ね、まあ、不倫ダブル不倫ということで、あのね、そのカップル様向けというか、そういう恋愛をね今ね、まあね、されている方向けに、まずお二人の流れどうなるのか見ていきたいと思います。はい、じゃあね、まずは、お魚ですね。同じ職場で出会ったとか、同じ会社とか、そういうところからご縁生まれたのかな。おーい、クマさんですね。お二人の関係、そうだな、パワーバランス、なんかね、どっちかが特に強いとか、こうそういうのがもしかしたらあるのかな。で、ライダー、なんかね、仕事のイメージ、忙しいイメージ、なんか上司とか部下とか、なんかね、そんな感じのイメージがすごく出てきました。なので職場恋愛というかね、職場恋愛とか、まあ上司と部下とか、そういう感じのつながりの人いるのかなっていうふうにまず思っています。流れ、今のとこ全然ね、今後の流れっていう意味では、大丈夫って言っていいのかな、こう大丈夫ですよ。大きなトラブルとかそういったのはまず全く見えていない。じゃあちょっと気持ちから、はい、じゃあ見てみましょうか。カードをねいっぱい開くからね、ちょっとね足りないんですよね、スペースがね。よいしょ。じゃあまずは、はい、トートタロットでね、今日一日あの人はあなたのことをどう考えてたのっていうことで見ていきましょう。はい、じゃあ開きますね。デビル、もうあなたのこと超考えてましたよ恋のないとか、でも仕事はね、仕事のこととかもきちんと考えてた。マントの銃忙しかったんだね。なるほど。はい。お相手様、もうなんかもう、あなたへのこう妄想ですよね。早くあなたを抱きたいのに、みたいな。そういう感じがあって。でもまあ、やっぱり、仕事モードがすごい強い方。ね、もしかしたら今日はお休みの人もいるかもしれないし、お仕事の人もいるかもしれないし、ね、リモートワークっていう感じで、家で仕事されている方もいるかもしれないし、でお仕事以外に、まあね、例えば家庭のこととかも含めて何かね、こうパパとしてこうやらなきゃいけないことも多かったのかもしれないんだけど、一番最初に出たカードがデビル、もうあなたのことで頭がいっぱいみたいな、もういろんな妄想してますって感じですねはい、まずそれがね気持ちで、じゃあね次はね、このね、エンジェル、よいしょ、はい、これ、こちらをね、じゃあ見ていきますね。なんかね、会えない時でも、ね、自分のことを考えてくれてるって嬉しいですよね。が何だろうねで なんか時間のことですね。パーフェクトタイミング、さて、なんかこのお相手様、なんか近々何これはサプライズプレゼント、何なんだろうね。例えばこうお仕事を、例えばね半休取るとか、なんかねそういうこうあなたとのなんかね仰せのために、なんかねこの数週間で
あなたとの時間をこうしっかり取りたいなと、そのためにいろんなことを頑張ってるんだっていう感じがねすごくしますね。うん、なんかね、いや愛されてるんじゃないでしょうか。ね、愛情があるからね、こういう風にわざわざ時間を作るとか、ね、時間を取るとか、そういうことを考えてくれてるのかな。あ、鼻が詰まってる、ごめんなさいね。もうちょっとしゃべる。おっと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 、よいしょ。はい、さ、じゃあね、ちょっと深い気持ちのさ、どうでしょう。はい、子供のカード、おーすごいね、ソウルメイトだね。おーすごいいやーなんか良かったですね。ね、なんかもうこれ1枚出るだけでも超嬉しいのに2枚も出たよって感じですね。いやー、まあね、子供のカードも出たんだけど、まあ実際ね、これはね、まあ彼、お相手様のお子様のことかもしれないし、まあね、子供のこととかね、まあ、家のこととか、まあしながらも、でもまああなたへのこう気持ち、本気度ってすごいですね。なんかすごいですよね、もうね、見つめ合ってる、見つめ合ってるみたいなね、もうなんか触れてます、触れてますって感じで、やっぱりね、すごくあなたにね、触れたいんだと思います。やっぱりこう、なんていうのかな、こう欲望とかじゃなくって、もうなんかこうあなたのことが好きだから欲しいって感じですね。こうそういうこう触れたいというか、そういう感じがしますよ。うん、まあ、なんかね、良かったですね。なんかね、嬉しいですね。まあ今回ね、まあ不倫、ダブル不倫、まあね、そういう関係の方っていう風なことで見たんだけれども、なんかまあ家庭がねありつつも、でもやっぱりあなたのことはこうとても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 大切な人で、なんかね、これからもね頑張って時間取ったりするからみたいな、ね、そういうことをね、このお相手様は考えてくれてるような気がしましたよ。っていうかね、これがね、ダブルで出るって本当にすごいからね。良かったです。ね、しっかり愛されてるっていうことで、自信を持ってくださいね。はい、これが1番の皆様です。どうぞゆっくり休んでください。おやすみなさい。はい、じゃあ2番の白の方、お待たせしております。まずお二人の過去、現在、未来、まあ、今回はね、まあ、不倫とかダブル不倫ということで、ね、お題を決めて見させていただいてます。まあ、もちろん、他のというかね、あの全然あのいろんな方が見ていただいてももちろん大丈夫ですよ。お、ユリですね。はい、色っぽいカードです。お付き合い長いのかな。よいしょ。お、ヘビか。奥様の存在大丈夫ですか。なんかね、ちょっと 不穏ですね。おっと、これは無事だ。なんかね、この奥さんの存在で喧嘩になるとかね、ちょっとその可能性あるかもね。非常に非常に be careful ですね、これは。なるほど、わかりました。はい、じゃあね、まずね、お相手の頭の中からね見ていきたいと思います。今回ね、2番の方はトートタロットが依頼少なかったんだよね。でもね、きちんとあの感覚でね分けてあの取ったので、これでね大丈夫なはずなんだけどね。よいしょ。
ソードのクイーン、おーマジシャン、よいしょ、おーカップのキング、なるほど、うんうん、あなたはそうですね、ちょっと違ったらね申し訳ないんですけれども、まあバツイチもしくはまあ独身の方なのかな、もしかするとっていう感じがねしていて、まあとてもこう、まあ、スマートというか賢い知的な人に、まあ、お相手様から見ると、うん、なんかまあ映ってるようなそんな感じがします。で話してていろんなこと知ってるからすごい楽しかったりとか、すごくワクワクする気持ち、お相手様あるみたいです。でね、カップのキングが出てるからね、もうなんかこう超恋愛感情って感じですよね。こう相性たっぷりだよっていうのがすごく出てるような、そういう気がします。なんかねワクワクしてますよ、お相手様。なんかねお付き合いがね、もしね本当に長くって、それでも今でもこんなにねポジティブなカード、あ気持ちがねあるのであれば、いやすごいなと思って、よっぽどあなたがねもう本当に魅力的で、このお相手様もあなたにいわゆる続婚なんだろうなって思いました。はい、じゃあねこちらももう少し深い気持ち見ていきましょう。ちょっと待ってね、迷った、もう一回これだね、あなたに対してこう受け身じゃなくて、 これからもこうよりこう行動的にこうどんどんいろんなことを提案していきたいと思ってるみたいです。でこうあなたの、ね、本当に思っていること、心の声とかもこうきちんと耳を傾けたいと思うし、こうなんかね議論が好きなのかなと思ったりしました。なんかねそういうところ、いわゆるこう知的レベルが一緒でこういろんな会話ができる、そして、合わせてくれるだけじゃなくって、私はこう思うよとか、そういうところがもうなんかねこのお相手様から見るともうたまらんっていうぐらい、あの好きなところみたいなるほど、なんかねもっともっとこうねあなたへの気持ち、なんかねこう行動にも表していきたいなっていうところがすごくね出ている、言葉とか行動とかに表したいっていう感じ、それを思っているのかなと思ったり、個性の違いがねこうすごくこのお相手様からするととても楽しいみたいなんですよね。アトラクションか、やっぱこのお相手様あなたに夢中だと思うな。ちょっとね、まあ、これ現在と思っていいか、すごいこう近い、もうすごいこう直近のね、まあ、早かったら7日以内とか、例えばね来週とかね、あの奥様の存在要注意です。要注意とは出ていて、なんかねそれが原因でもしかするとなんかね喧嘩で2人の喧嘩ならいいかもしれないけど、これがね三者面談とかになるとすごい
大変なことになると思うので、直近で言うと7日で、これからの1週間は、とにかくすごい用心してた方がいいかなと思います。で、お相手様の気持ちなんだけれどもね、もうやっぱりね、本気度がすごい強いんですよ。もうね、なんかね、一緒にいたいとかね、なんかこう、あなたの香りとか、あなたのことをいつも頭にあるとかね、こうそういう感じですごく、そうね、まあ、ね、やっぱり、まあ、奥様っていう存在いる人なんだろうなとは思うんだけれども、でもこう気持ち、なんて言えばいいのかな、こうすごくこう純粋にあなたのことを思っている。なんかね、こう例えばなんだけど、体だけとかそういうのじゃなくって、ね、話してて楽しい、知的さがある、なんかね、もっともっと、ね、君のことを知りたいみたいな、こういう気持ちがね、すごく出てるような気がするから、なんかね、すごいなと思いました。相性がね、しっかりあるというふうに私は、見ましたよ。なので、ね、ここだけ気をつけておいてくださいね。少なくともこの1週間は超要注意です。はい、これが2番の皆様です。風が強いですはい、どうぞゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。はい、3番の赤の方、お待たせしております。今回は1風鈴、ダブル風鈴ということで見させていただいております。まずお二人の過去、現在、未来をノルマカードで見ていきたいと思います。はい、じゃあ開いていきましょう。クマだね。なんかね、会社つながりの人多いのかな。もう怒りがなんかね、とてもお付き合いがもう安定してるというか、ね、近い未来向き、とてもね、ポジティブなカードっていうかね、これね、ダブルか、まあ、いわゆる、まあ、シングルの不倫かわからないんだけど、なんかこう見ててこう安定感があるんですよね。なんかね、もうしっかりね、愛して愛されてますみたいな、そういうものがね、まず見えますよ。はい、じゃあお相手のね、今日どういうことを思ってたのっていう、まず頭の気持ち見ていきましょう。よいしょ。よいしょ、はい、どうかな。コインのページですね。ソードのキング、運命のは、なるほど。ですね、まあ、これこのね、方のお子さんなのかな、もしかするとと思ったりしました。ちょっとね、今日はもしかしたらこうね、ご自分の子供のこととかでなんやかんや忙しく、もしかしたら飛び回っていて、でもあなたのことはやっぱりこうなんかね、こう早くあなたに会いたいなみたいな、やっぱね、こういつ常にこうふっとした時にあなたのことを考えてるっていうようなね、運命のは、それがね、出てますよ。なんかね、いろいろ忙しくても、それでもやっぱね、まあ、このお相手様、あなたのことを考えてくれてますね。よいしょ。これもね、ライブね、枚数がね、少ないんだけどね、今さっきシャッフルしてね、出したものだからね。さて、とはいえ、なんかね、あなたの意見っていうのもこうきちんと尊重してくれる人なのかな。なんかあなたの言葉とか仕草とかもきちんとこう見てくれてますね。
なんかね、心配あるかもしれないけど、でもね、もう心配なんかしなくていいよって言ってくれてる。ああ、なんか男気があるというか、なんか、優しいですね。大丈夫だよって言ってくれてる。じゃあちょっとね、深い気持ち見てみますね。もう少しシャッフル。はい、これかな。さて、動けない辛さとかがありながら、すごいね、ウェディングがあれだね。いや、運命のまま出てるしね。ウェディングも出てるしね。ね、何の心配もいらないよって。本当はね、あのね、君と一緒になりたいんだよみたいな、なんかね、そういうことをね、このお相手様考えてくれてるだと思う。なんかね、本気でなんか真剣に好きなんだろうなっていう、こう好きっていうか、こう人生を共にしたい人なのかなっていう。これもしかするとね、33でしょ、33日後はまだ早いかな、33週間33週後33ヶ月後、ね、いつだった感じなんだけど、お相手様ね、何か、まあね、もしかしたらお子さんちっちゃいのかもしれないんだけど、でも今はまだね、動けないって出てるんだけど、でもなんかね、あなたとのことは、こう言葉には出さないかもしれないですよ。でもしっかりとこう考えてくれてる部分あるのかなっていう風に感じました。ね、なんかね、すごいこう、まあ、ポジティブっていうか、こう本気だよねみたいな、そういうカードがね出たからね、すごいと思って、で、まあね、まあ、今日は本当に幸せな気持ちで寝ていただきたいなと思います。どうぞゆっくり休んでくださいね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。